スパーズ対ウループス見たらあれだったね、北沢さん盛り上げようとしすぎて実況の人の仕事奪ってたけどね。フフフ。<laughs> セ,セニョンが黒ロサギとったらなんか、せせ、うん、ニョンって言,言おうとする実況の人遮るで、先生ニョンみたいな。うん、<laughs> そんなになんか松木さんみたいに興奮して言っちゃうみたいな感じじゃなくて、なんかこう、義務的な感じの中で邪魔してるのがちょっと面白かったけど、うん、うちでも行けみたいな感じとは全然違う、なんかこう、ね。スパーズで盛り上げる理由がないからね。 北沢さんね、結構ね、松木さん路線で行こうとしてるんでただ、松木さんの線一番大事な、あの、情熱と人が足りないんだよ。キャラない人のキャラ漫才みたいになってるから。ザキヤマさんのキャラクター面白くない人がやったら地獄でしょ。その感じになってる。そう、テンション高そう。もうそうなんだよ。だからもうあの、あの、ビジネス松木は一番良くないからね。それただのおじさんになるんで、完全ガイドみたいなやつ。 中で僕がね、いろんなチームの対談してるんすよ。プレちゃんの2人とはシティ合わせなる、内藤君軍とはユナイテッド、あと木崎さんとはハーランド特集みたいな感じで。なんでこんな感じで。面白そうなんで。まあ、ちょこちょこ配信の時とかね、知らないチームとかだと、え、ウェルブス今季こんな感じなんだみたいな感じで、ね。